その日もブラックな残業を終えて趣味のゲームに没頭していたはずだった。嘆かわしいこと。私と机を並べようなんて身の程を知りなさい。クレア、これってもしかして、もしかすると異世界転生ってやつですか？クレア様が可愛くて、クレア様をめでるのが私の労働。いいえ、奉仕です。もうやだこの子。どうしてそう、いちいち発想が低俗なんですの？お前ら朝から元気だな。興味がなさすぎて忘れていたけど、ここは乙女芸の世界。貴族連中にはいないタイプだな。俺はいつでもいいぞ。人に聞かせるような代物ではない。二度目はないぞ。レイはそういう反応をするんだね。やっぱり面白いな。彼らはバウアー王国の王子、すなわち本来の攻略対象である。なんだなんだ、面白いことか。俺も混ぜろよ。レイはあんまりクレアをいじめるからさ。何考えてるのよレイ。クレア様ご機嫌ですね。しっかりしろクレア・フランソワ。セイ様がいらっしゃらなかったら、私キャンキャンした声に得意地の悪い悪行の数々、どこをとっても私のツボにドストライク。これだけ意地悪されてどうして平然としていられますの。私は大嫌いですわ。私の推しは悪役令嬢、10月放送開始。